はい今回は岸田が加熱式タバコの増税をするという違和感しかないニュースこちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあこのニュースもですねまぁ、あ、かなりまあいろんなことが言われているまあニュースなんですが一言で言うとまぁおかしいわけですねで何がどうおかしいのかっていうことをまあ考えてお伝えしていこうと思いますそんなにあの長い話ではないんですけれども考えればわかるまあそういった話ですで この件ですすねいろいろ言われてるんですよでまずあの喫煙っていうものに関してなんですが、まあ、喫煙する方と喫煙しない方が、まあ、いるわけですね人によってってことですね僕はあの喫煙しないんで、えー、まあただ別にそれが問題ではないんですよ、えー、その国民間のまた水を作ろうとしてるってそういったことも考えられるわけですで僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそうかもしれませんが タバコを吸わなくても増税に反対する人っていうのがいるんですねで僕もそうですタバコ吸いませんけど増税に反対ですで日本政府はこれ以外にも無駄な支出がありますから自民党岸田はねそこをまずなんていうのかな直す減らすその努力をするべきなんですよこの意見がすごく多いんですねでしかしこういうことをしないわけじゃないですか全くわけわからないですよねで あのまあ、このあとでニュースを考えていきますがなぜ、えー、この加熱式タバコの増税をするのかっていう話なんですが防衛費のためっていうわけですよ防衛費のためになんで、えー、このタバコを増税するのかって意味がわからないじゃないですかそんなんであれば別に防衛費をかさむのをやめればいいんですよそれは別にできるんですよただ、まあ、岸田っていうのはね宗主国米の言いなりなんで、まあ、そういうことに、えーまあ、全くうまあ意義論のうと言わないんですね でもっと言うと、おまあ、これで終わりなんですよ。防衛費が必要、防衛費、軍事費が必要ということであれば、増税する必要はないんですよ。国債を発行すればいいんですよね。でそれだけの話なんですよで。その税は財源ではないっていう、まあ、話になりますけど、このような防衛費とか、えーまあ、あるいはです、ねえーまあ、少子高齢化の、まあ、問題である少子化の問題ですよね。その少子化の問題とか、この防衛費とかっていうの国債発行すればいいだけの話なんですよ。 増税に行くっていう時点で、まず間違えてるんですね。で、あの防衛費が必要とかっていうじゃないですか。何を買ってるかっていう話なんですよ。あの、創始国米のですね、全く使えないガラクタを買ってるんですね。ガラクタの武器です。全く不必要です。そんなものを買う必要がない。別に、日本の国防にも何にもならないから。うん で、えー、また今回もですねこの、まあ、加熱式タバコの増税っていうことでおそらくこういった目的があるんじゃないかと考えられます。えー、国民間の水を煽ることが目的なんですね先ほどお話ししましたが喫煙者と、えー、禁煙者っていうタバコを吸う人と吸わない人がい,い,い,います。 でその2社間にですね水を作るそういった目的もあるんですねその増税するっていう目的とは別にその国民間の水を生み出すってうそういった目的が考えられるそういったおかしい話なわけですよ。でこのタバコにですねその課税する増税する加熱式タバコの増税とかって言ってますが今っていうのは日本国民が生活に困窮しているわけじゃないですか。 ででそれをななぜ配慮ししいいいのかかっていうこともおかしいわけですよ例えばですね、えーまあ、その生活が厳しい中、ね、その喫煙を楽しみに、えー、してる人もいると思うんですよそういった人たちのことを考えずに、えー、ただひたすらね、えー、その増税するだしかし防衛費軍事費の増税は必要がないんですよ国債を発行すればいいからそういったことが分かってるにもかかわらず国民の皆さんに増税をとねまたいつものこのパターンを言ってくるんで、うん、はっきり言って訳わ分わかりません で、えーまあ、このニュースがありますので12月12日に政府がですね防衛力の抜本的強化に伴う増税ということでタバコ税のうち加熱式タバコの税負担を引き上げるで紙巻きタバコと同じ水準に揃えるということをまあ言ったとっいうことなんで。 たださっき言いましたよね、防衛力、防衛費、軍事費の増税をするんであれば、別に国民から増税をする必要はなく、国債を発行すればいいだけ、ただそれだけです。しかしそれをやらないと。で、加熱式タばコの税負担は、紙巻きより3大最大3割低く抑えられている、ちょっとなんかよくわからないんで、何とも言えませんが、で、その税負担差を解消し、課税の適正化による増収を、 防,防衛財源に活用すするるとかって言ってて言んですよだからこの防衛費の財源の話を持ち出してきた時点でおかしいわけですよ再三お伝えしてますが防衛費っていうのは別にねえ財源がどうのこうの国債を発行すればいいんで終わりです別に日本国民から増税する必要など全くないんですよ。うん、その税は財源ではないっていうその基本的なことをか考えればね 分かる話なんですがそういったことを言わずにえ財源がないからえ防衛財源がないから、うん、じゃあ買うなよって、うん、それだけですよ、うん、財源がないんだろじゃあ買う必要はねえじゃないかってその全くガラクタのねえものをなぜ、えー、言われるがまま,にままに米から買うのか訳がわけからないんですよ。で 先ほど言いましたが、別にその先ほど財源関係ないんでね、あの国債を発行すればいいんで、別に、だからこういったことを口実に、国民がわからないと思って、致し方ないんだとかって言って増税をする、それが目的なんですよ。だからそれに国民が気がつかないといけないっていうことです。で、まあ、ニュースが続いていて、タバコメーカー、自民党の一部からは、加熱式の方が健康被害が少ないとか、まあ、そういったことが言われてるということで、ちょっとよくわからないんで、これに関してはす,すいませんということで。 でままあ、この、まあ結局のところその防衛増税のためにタバコ税は1本当たり3円相当引き上げるということで2000億円の税収増を見込むっていうことが書かれていますね。でその自民党の宮沢という税調会長が、まあまあ、話すっいうことなんですがここなんですよ最後のここの部分にまた注目するところがあるんですが。この いつから防衛増税、だからいつからこの増税するのかっていうと、この宮沢と岸田が話し合って、今年は決定しないことにしたと、それで終わってるわけですね。この岸田と宮沢が話して、今年は決定しないことにした、今年は2023年、もうそろそろ終わりますね。つまり裏を返して言えば、2024年か2025年にこの増税をするんじゃないんでしょうか。この今回テーブルに上がった加熱式タバコの増税をするのは、 二千二十四年あるいは二千二十五年なんじゃないかとそのようにこのニュースから考えられるわけですよね。わけわからないじゃないですか。その先ほどお話したようにもう一回最後に言いますが、タバコを増税して防衛費軍事費に当てるっていうことを言うわけですよね。防衛費軍事費のために別に増税は必要ありません。なぜなら国債を発行すればいいから。それを国民の増税でって言っていることでもう話が論理破綻しているっていうことにまず国民が気がつくべきです。 で、えー、この国民生活が厳しい中において、2024年,2024年か2025年に、まあ、これをするっていう,もうことを決めたっていうことですね。だからあ、まあこれっていうのは不確定な話なんですが、このですねタバコを増税する前に、おそらく選挙があるはずなんですよ、もうそろそろ岸田もですね、えー、そう長いこと、ね、内閣を維持できませんから、退陣するでしょうから。 で、えー、岸田が退陣することも必要ですし、その後ですね、自民党政権を交代させないと、このようなね、えー、機民政策、愚策を繰り広げますから、国民生活、どん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 厳しくなるんで、えー、こういったことをする前に選挙があると思いますけ、ね、その選挙に行って、日本国民が民意を示す必要があるわけですよ。 気勝手されててこうやっておかしい、えー、ね全く国民が負担する必要のないものが、えー、こう,う増税という形になるんで日本国民が選挙に行き自民公明維新では投票しないそういうふうにあのきちんと思えば日本というのは変わるわけですよ。で例えばですね、えー、まあ僕もいろいろこの YouTube のコンテンツを、まあ、探している時がありましてたまにあるんですが。 選挙が難しいとかねどこに投票したらいいのかわからないっていうまあそういったご意見があるんですけれどもそれであればこのように考えてみればいいと思うんですよ今の政治家の9割以上っていうのは国民の方を向いて政治をしません日本国民のことを考えてくれる方に投票するのがいいと思いますじゃあ日本国民のことをか考えてくれる特に日本国民のことを大切に考えてくれるのは誰かと言ったら令和新選組の山本太郎さんだと僕は思っています っていうか、山本太郎さん以外、日本国民のことを大切に、真剣に考えてくれる政治家が僕はいないと思ってるんで、もしも誰に投票していいのか分からないとかね、しかし、このままではいけない、そういったことであれば、例は山本太郎さんに投票されれば、それが一番いいと僕は思います。とにかくですね、もうこのようなおかしいことになっていて、自民党の増税、増税、増税、機民政策を繰り返す、その状況をですね、日本国民の手で、 選挙投票という形で止めなければいけないそのように今回も思いましたということでこの先ほどお伝えしたようにタバコの増税をするっていうことはタバコを吸う人吸わない人っていう国民間の水を生み出したりとかでこのニュースの中にありましたけど防衛費のためっていうんですが防衛費は増税ではなく国債を発行すればいいんでねだこういう話っていうのは別に、まあ、僕はお伝えさせていただいてますがそんなに難しくないんですよ多分皆さんの方が逆にお詳しいかと思うんですが であのよくわからないから国民から税,税金を取らないきゃいけないんだ増税しなきゃいけないんだとかっていうんですが、えーこのね、例えばこのまあ防衛費、軍事費の話が出てますけど防衛費、軍事費っていうのは、ね、いくらお金がかかるかっていうのは正直未知数なところがあるんですよそんなものに国民,の、ねえー、国民に対して税金とかだっ,ったらもう国民生活破綻するわけですよだから特にこの防衛費、えー、軍事費っていうものであったり 少子化対策っていうものであったら財源という話を出てきますけど財源関係ないんでね国債発行すればいいんですよでその国債というのは別に返す必要がないんですよこれからの日本の、えー、未来のための投資ですからそういうことが必要がないで、えー、そんなことはとかってまあいう人はいらっしゃらないと思いますがこんなことを自民党にされ続けていたら本当に日本国民のもう生活持ちませんからね。 今年2023年を乗り越えられない国民がかなりいるっていう、まあそういったところから、かなり大変な状況になっていると思いますし、この岸田がですね、加熱式タバコの増税をするということがニュースになっておりまして、非常にこちら違和感があると思いましたので、今回こちらですね、調べて思うことをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。